じゃあなんかそれを早いと取るのか、うん、みたいなところですよ。ビーズの中で超早弾きってレベルはどの曲あたりからですか。まあそれは難しい質問ですね。よく言ってますけど、早いのが難しいんじゃなくて長いのが難しいんですよ。だからマイロンリータウン簡単っていう話ありますよね。っていうギターソロ、これのここ早いんですよ。これが1回だからいいけど、これが だったらじゃあ難しいのかとか、それがもっとずっと続いたらどうなんだとかありますよね、みたいなことで、なんかその瞬間最大風速みたいなのは、まあどの曲もそんな変わらないですよ。テンポが速いから速いってわけでもないし、そのなんかテンポが速きゃ16分音符だし、衝動とか、ジュースとか荒くれとかみたいな感じで16分音符でも速弾きみたいな感じになるし、テンポが遅きゃ6連符とか、それこそブラザーフットとかみたいな、もう70いくつとかだったらね、 BPM がもう32分音符とかになるし、そうそうそう。でまあ大体それがだから、まあプリンゴフとか、まあレガートとかで弾いてるとか、まあでもレガートの中身って実は瞬間最大風速めちゃくちゃ速いですけど、だから全然ね、あれ俺何弾いてる時だったかな、すげえゆっくり弾いても結局最後レガートのところはゆっくりにならないみたいな感じのになるんですよ。結構今の頑張ってインテンポで弾きましたけど、めちゃめちゃゆっくり最初弾いてたでしょ。で結局最後のレガートのとこ大してゆっくりじゃないですよね。でレガートってあれをもっと無理やり早く弾くんで、元のもうこんなのも、もうこの辺とかもちょっと何音符なんだっていう、もう死ぬほど細かい音符で弾いてますよね、楽譜に書くとしたらね。でもレガートももうこんなのはもう、っていうフレーズなんで、ほぼグリッサンドみたいなフレーズなんで、ここまで、次ここまで、で次ここまで、でここまで、っていうフレーズなんで、レガートって。じゃあなんかそれを早いと取るのか、みたいなところですよ。なんか難しい。なんかそのレガートの速さってこういうことなんだよっていうのを理解してしまえば、多分ギター歴半年か1年とかでもできちゃうんじゃないかな。俺が直々に教えれば。いやだからお前そんな真面目に弾きすぎやねんってみたいな感じで直々に教えればもっとパラ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 と弾けよみたいな感じで教えれば、多分ね中学生ぐらいの男の子が半年ぐらいギター弾いた子とかできちゃうんじゃないですかね、多分。これってゴートですか？違います。今こっちです。 G3 レブレフレブの G3 を
で弾いてもらいます。ゴートはめんどくさ、これですね、ゴート。ベベンベベベベリプレリレヒルウェイルビルブリビリプルビリプルピー。ありがとうございます。やっぱり一本では物足りない感じなんですね。松本さんコーリングの時もこういうハンマリングとプリングでつなげますよね。一本では物足りない。もうそう、だから、一本では物足りないので、だからライブアレンジではそれをやっていない。だからライブアレンジのものをちょっとコピーしてみるとかすればいいんじゃないでしょうか、と思いますが。あの2人も3人もその時のためだけにギタリストを連れてくるわけにもいかないと思うんで。右手の小指をボディにつけないとピッキングがうまくできません。皆さんのフォームの、これ皆さんってこれ誰のこと言ってるのかわからないですけど、皆さんのフォームのように小指を浮かして弾けるように改善したいのですが、どうしたらいいでしょうか。ちなみに俺のレスポールってここにがハゲてるんですけど、俺は中指と薬指あたりをこうやって一弦に引っ掛けてこうやって弾くのが癖になっていて、長年あんまりそれをしないようにしようとか思って、結構こう、なんかこういう感じのピッキングを練習したりとかしてましたけどね。このみぞれさんが果たしてギター歴何年ぐらいでどのぐらい弾けるのかわからないですけど、どんなに上手い人でも、それこそタック松本でもしょっちゅうピッキングフォームなんて変わってるんで、やっぱみんな試行錯誤していくんですよ。その時出したい音とかもあるだろうし、例えば超こうやって早弾きの人というか、なんかタッピングとかめっちゃする人がここになんかリストバンドみたいなのつけてミュートに使ってるみたいなのありますよね。まああんなようなことを実はここら辺でずっとやってるんですよ。でタッピングする人ってこういかないとダメで、これができないのでこっちでやってるんですよね、多分。わからないですけど、なんでここのミュートが小指をボディにつけてなんか弾いてたらできないでしょ。そのフォームそもそもおかしいんじゃないのっていうことになるんじゃないかな。もしあなたのが TGO に入ってチャットルームに動画を持ってきてくれたら、すぐに判断できるんですけど、うん、今このテキストの質問ではもうなんかそういう想像して喋ることしかできないので、ちゃんと教えさせてほしいですね、俺に。すごいたくさんの人が毎日のように疑問をチャットルームに投げかけてきて、だうちのサイト別に楽譜見るためのサイトじゃないですからね、基本的に。あのサイト自体は楽譜と動画と解説文しか載ってないですけど、基本的にそれを見て練習した人がチャットルームに自分の動画を持ってきて投げてきて、でそれを俺が見て、あここがおかしいよとかいろいろ直して、もっとこういう風にした方がちゃんと弾けるよとかっていうのをやって、うん、とか時にはもっと実験的に、もしかしたらこういうのがいいかもしれないから、一回ちょっと一日これで練習してみてくれとかね、でみたいなことをやって上達していくんですよ、うん、っていう素晴らしいサービスなので、
ぜひ T 字をね、概要欄にあるんで、今日10月1日でしょ、これくしくも今日、たまたまですけど、10月1日なんで、1日に入ると、10月1日に5500円払って T 字に入ると、T 字って初月入会月無料なんですよ、実質。30日に入っても、29日に入っても、1日に入っても一緒。その、10月1日に5500円払ったら、11月末まで使える。10月30日に入っても、11月末まで使える。5500円で。だから1日に入った方が、まるまる2ヶ月使えちゃうんですよ。てか、まるまる1ヶ月、ただになるんですよ。なんで、気になってる人は、もう今すぐ入った方がいいんじゃないかなと。T 字を。ギター教室とか習いに行くこと思ってみてください。初期費用がかかる。教材買わされる。で、交通費がかかる。ね。うん。で、先生誰だかわからない。誰に当たるかもわからない。何やってる人だかよくわからない。すげえ若かったりとかして。みたいなこともありますよ。逆にすげえおっさんだったりとかして。なんか文句垂れてるだけみたいなおっさんだったりとかして。まあ、生徒の前ではいい顔するかもしれないですけど。誰のことを言ってるんだかよくわからないですけど、たりとかして、なんかもう挙句の果てにはクレジットカード作らされたりとかして、月謝はこれで払ってくださいみたいな、もうそんなこと一切ないんですよ。うちはもう5500円だけ払ってくれたらもうそれで2ヶ月教えますからむちゃくちゃうさんくさいめちゃくちゃうさんくさいなだけとか言って、うん、セールストークしてると関西弁に戻りますね岡田さん見てたんですか損はさせませんから言って、うん、お兄さん見ていってくださいっていう感じになりますよね。持ち前の関西の証拠の